ともえ食堂ではちょっと私ギブアップというところで、稲葉さんに食べてもらっています、うん、どうですか食べれますか、うん、うまい、うまいですお腹は大丈夫ですかお腹は、うん、大丈夫です大丈夫ですかさすがですあの今日何杯目6です6すごいっすねこのやっぱね、うん、今日ね俺食ったのほとんどスープラーメンだったのおーなるほど午前中ねうん久しぶりの焼きそば風のやつは、うん、やっぱ胃袋が喜んでるというか、うん、ウェルカムだね確かに、うん、この美味しいですねこのマトン、うん、キャベツキャベツうん、いやさすがっすわ美味しいですよ、はい、この麺がですね、うん、やっぱ独特なんですよローメンの麺で、うん、ローメンズククラブの会長としてはどうですかす、ね、これ何なんですか麺は、まあ、蒸してるんでちょっと歯ごたえがあるんですよね元は何ですか小麦粉ですオンリーオンリーオンリーうんうん、うんなんか独特のこの、うん、食感と、うんうん、何でしょうこのすすり心地ああいいですねこのローメン独特じゃないですか独特ですね、うん、でも歯応えがあるんでまあこうやってすすってのね噛まなくても喉越しがいいみたいな、うん、ただなんか我々が小学生の頃って、うん、もっとまずかったですよねそうそうでねなんかそんなに食べなかったっすね食べない、ね、子供の頃、うん、親父にあの、うん、一回連れてかれて、うん、食ったんだけど、うん、あれと思って何だろうと思って、うん、うち親父が怖くて、うん、まずいとも言えなくて、うん、我慢の味だったね、うん、いやでも確かにそうですよ僕もバンリに行ったのかなバンリでローメンっつって味付けるのを知らなくて、うん確かに何この味がないのっていうイメージしかちっちゃい頃なくてそうですねだから今それも当時を思えば、うん、今めちゃくちゃ美味しい美味しいうちも子供も食うしあうちも子供が大好きローメンお父さんローメン作ってくれないのっていうぐらいローメンズククラブの会長としてねはいそうですズクラブズククラブじゃない、ズクラブんローメンズクラブズクラブ、うん、そう、うん、だってね、今中学校でもそのローメンのなんちゃらっていうのもやってるじゃないですか、その子供たちが、うん、そんなんなかったっすよね、ちっちゃい頃知らなかったしねうん、確かに名前は知ってるけど、まあ、うん、全然そんなね、あるとね、うん、そう食べたいと思わなかったよね、あえて、うん、まあ、うん、その選択肢には何もないねあ、そろそろあれですか